に、まあ、お金貸しましたとか売りましたとかいうのをずらずらつけてただけなんですけど、ここら辺で、ね、複式簿記っていうですね、そうです今ね。のと同じようなやり方が入ってきたりとかして、そうすると今までのやり方とか書き方だとどうしても計算できなかったりとかするので、ノートとかが新しくまたこの辺で入ってくるんですね。で、そういうのが入ってくると、もうそっちに合わせようと思った時にやっぱり筆書きだと非常にやりづらいっていうところで、ペンどんどん増えてくるみたいなところで、ここら辺の差っていうのはすごく、あと学校が始まるんですよね。ここにも書いてありますね。M5、あ、明明治治5 5年、年、ここですね。ここで学生っていうのこれ習いで、ましたよね、学生テストに出るところですよ、はい、学生は。なのでそれまで寺子屋だったのが、まあ、学校っていうのに変わってですね、まあ、ここで白墨と石板みたいな、みたいな感じの、石板に、まあ、書いていくみたいな感じで、筆記具もですね、筆使わなくな、まあ、使わないというか違う道具が入ってきたりとか。実はこれ書道業界にとってはですね、ここの行古流、あ、お家流がですね、いわゆる筆記具の全盛だったから、そのまま筆行くんじゃねえかと思ってたはずなんですよ、当時。なのに、いきなり、何鉛筆ってみたいな感じになったはずなんですね、そうですね。多分ね。そうですね。この辺で鉛筆も入ってくるし、なんで鉛筆使う、ペン使う、で、まあ、こういう、まあ、石墨とかですね、石板とかを使ったりとかすると、いわゆる、なんていうんですかね、筆で書くような書き方じゃ全然なくなっちゃうんですね。で、まあ、まあ、それ出して便利だっていうことになって、この辺からやっぱりこういろいろと道具が変わってしまうという感じです。明治時代って、まあ、実は資料あんまりなくてですね、まあ、本当に印記自体が入ってきたのは徳川の中世頃って書いてありますね。なんかそんなんでぐらいから入ってきてたんだけれども、まあ、なかなかあんまり広がりませんでしたっていう。外国の印記が初めて我が国に渡来したのは徳川の中世頃であると。入ってきたんですけど、まあ、まだなかなかその製品自体も安定してなかったっていうのと、あと日本ではあんまりその、まあ、紙が和紙に墨で書くっていうのが、まあ、ずっとあったので、それほど、まあ、広がらなかったんだけど、そのうちですね、やっぱり、その帳簿屋なんかが変わってきたのに合わせて随分変わりますよとかって書いてあるんですけど、実際どういう製品がどういうふうに入ってきてたかっていうのはほとんど、まあ、記述が残ってない。明治時代っていうのは、あんまりその、なんていうのかな、ちゃんとしたカタログとか残ってないんですけど、これがやっぱり明治の中頃から大正ぐらいになってくると、すごいいろんな、まあ、当時ですね、やってた、貴重用品目録。これは東京文章堂っていうですね、東京にあった文房具今も屋あるんですさん、か、これ。もうない。いや、もうないですね、なんですけども、その文房具屋さんの、そのカタログの、まあ、これはどこがいいですか。どこでしょう、まあ、いろんな道具が入ってる、これは大正時代なんで、もうずいぶんハイカラな感じにもうなっちゃってるんですけど、まあ、こういう、まあ、こういうデスクがもう大正時代になっちゃうと、もうこのなんですね。なので、筆記具なんかもおしゃれですおしゃれデスクだし、筆記具なんかも、非常にですね、まあ、こういうですね、万年筆とか、まあ、シャーペンとかが入ってきてる。ともとこの頃にはもうシャーペン、あ、これあれだ、シャープのシャーペンだ。シャープのシャーペンですこね。れ、あれ、早川ですよね、このシャーペ早川ンさんね。がやったやつと早か。川式のこのシャーペンそうでですね。ね。明治の中頃から大正時代に創業した会社がいっぱいあると。まあ、当たり前なんですけど、それまで江戸時代でしたから、なんで100年企業っていうのがあるんですけど、中にはいですろいろね、そうだね。そうなんです。その頃に、まあ、創業された会社って結構あるんですけど、ライオン事務機って今言われてるところはですね、実はですね、昔から、実はこれ200年歴史があるって言われてて、それより昔から仕事をやってましたっていうことで、まあ、その社史を見るとですね、ほとんど100年とかだと、まあ、見るとですね、明治後半からしか資料がないんですよ、その頃創業してるから。で、こういう200年っていう会社を調べると、まあ、実はそういうところの社史なんかを見るとですね、まあ、文明開化の時にいろんな出来事が起こったよっていうのが書いて、開化とともにいろんな、道具が入ってきましたよっちょこていちょう。こね、紡績工場とかあるとか、学校で習いましたよね、これで、ね。まあ、まあ、筆墨の時代が変わりつつあることを肌で感じていたのでしょうとか言って、まあ、この辺から3です。代目は、1868年。その段階で。まあ、そんなことを感じつつ、まあ、だいぶ変わってきた世の中に合わせていろんなものを仕入れてたよっていう、
まあことが書いてあって、こういうふうに書道の視点からじゃなくて、こういうふうな、筆墨書から舶来物、はい、物品書、舶来物品書、いわゆる昔は文具っていうのは筆墨が中心だったところから、まあそう文具となると、これそうで舶来のいろんな便利な道具をどんどん仕入れてくるっていうところに変わってくるんですね。でそういうところの、まあ、間なんかその辺を見てるとですね、結構道具がどんどん変わってきたっていうのが分かるんですね。で便利じゃんっていうことで、まあ、この頃のカタログなんかを見ると、だいたい筆とか墨とかっていうのは一番最後になってて、一番最初の方のページに、まあ、鉛筆だったりとか、ペンとかそういうものが紹介されるようになってきてたんで、当時みんなが注目してたものが、まあ、そうやってシフトしてったっていうのがすごく短期間で起こってるのが、そうだからさっき の, あのこれ見てください、ここ明治ね、これ明治、ここの明治ね、明治でやった、例えば両五流の派閥さんだったら、両五流だったら、わやったこれから両五流の時代だと思ったのに、あれあれいきなりペンだよみたいな、そうそう鉛筆だよこれからはみたいに世の中がどんどん変わっていった。実は学校教育で最初はね、この辺は習字は1科目だったんですけど、あっさり国語科に統一されてしまうと、うん、ちょっと質問があるんだけど、はいはいはい、ペンになるまでは、うん、その縦書きとか横書き関係ある？あのね、筆の時は全部縦書きだ。だよね、うん、いい視点だね、うん、今のいい質問だよこれ、これいい視点じゃあ、うん、ペンのせいっていうかおかげっていうかで、うんうん、こう横横書きになったわけ。それも入ってきますね。これは横書きになったのは、だって筆っていうのは何がネックかっていうと、うん、墨と筆と持ち歩かないといけなかった、うん、しかもいいじゃん、どこでも書けるよ、どこでも書けるよ、でもその2つ持っていかないといけないのに、うん、ボールペンとか、まあ、万年筆になり、うん、1本にインクと筆がくっつくんだよ、うん、興味ないな、すごくない？いや、どうでもいいやなんで？筆がいいななんだよ、うん、いや、そういう人もいたと思うよ、うん、いたから書道が残ってるんじゃないか、そうよ、私みたいな日本人がおるから、そう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 だからそういう意味ではやっぱり書道の強さっていうのはあるんだけれども、実用面でいくと、まあ、もっと便利なものができてきたから、うんうん、ペンになり、でペンより多分そのいちいちつけないといけないペンより万年筆って中にインクが入った方が便利になり、万年筆よりまあボールペンの方が便利になり、ボールペンよりシャーペンとかどんどんなんかこので今ボールペン消えるボールペンとか出てきて消せるようになったからシャーペンより便利になったりとか、そういう感じでどんどん変わってきて、今一番便利なものっていうのを使う方はどんどん変わっちゃうんです。でも今のその消せるボールペンは前のボールペンより全然いい。はい、消せるボールペンは前のボールペンより全然いいっていうのは消せるからいいってこと？いやいや、前の消せるボールペンより全然いい。よくなりましたよね。もうすごい、なんか前のやつもう全然使いたくないけど、うん、今のやつはもうちゃんと綺麗に消える。あれ、あの熱で消える方？熱じゃなくて、こうなんかプラスチックみたいな、うん、あ、これそうそうゴシゴシこすこれ熱で消えるやつ。これ熱で消えるんだよ、こすった時の熱で消えるんだけど、だからこれだからあの電子レンジとかかけたら真っ白な液体、透明な液体になるよ多分。そうなる。マジで？そうだよ、超ウケる、超ウケる。こう消せるっていうのもまた一つあれで、墨は消せなかったけど、インクはインク消しで消せたじゃないですか、うん、っていう部分があったり、シャーペンは消しゴムで消せる、まあ、鉛筆とかは消しゴムで消せるからやり直しできる、編集できるっていうのはすごい便利なところなんですね。でボールペンは、まあ、また消せるっていうところが、まあ、新しくできるようになったんで、まあ、そうやって便利なものに変わっていくんだけれども、まあ、その時に、まあ、筆が、まあ、そうやってね、なんていうか日常書きとしてはあんまり使われなくなっていくっていう
そうなんです。だからこの、うん、どっちかに分かれたの。和洋をやってる人はみんなペンに行ってるわけですよ。実用の人たちは。で、いわゆるあのもう毛筆で綺麗に描きたい、美しく描きたい、芸術性に描きたいという特化していく人がどん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 尖った人たちがこっちのいわゆる中国式、今の皆さんが言う知ってる書道という世界で生き残っていきなりあの大絶滅の危機に瀕してるわけですね。そう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 。ここら辺であとはまあまあちょっとあるとしたら、ここら辺にあの筆ペンがあの昭和40え昭和50年ぐらいかに、はい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 、あの筆ペン今のまあこういうあのナイロン製の筆ペンができて、はいはいはい、まあ、便利になるっていうのが出てくるんで、まあ、ちょっと使う人またここの辺で、まあ、そうですね、使えるようにはなる。最近これであの墨絵を描いてるの、うん、なんかフェイスブックに上げてたな、うん、そうまあこういうのはまあちょっとまあ時々こういうのはやったりする。そうですね、だからもしかしたら実用の分で和洋というところにちょっとこう筆ペンがあるかもしれない。ちょびっとなんかあれですね、ただまあ本当の実用というよりはこっちをライトに楽しむ感じですね、うん、そうだね、これをライトに楽しむ感じで、うんうんうん、まあ残ってるのかなということで、うんうん、まあ、あのそんな感じでこう道具が変わって新しい道具ができると、そうやってまあこうなんかこういう流派がなくなってしまったりとか、書き方変わっちゃったりとか。そうですね、こういうふうにあの情報技術なので、この当時はね、この頃はあの江戸明治までは筆っていうのは皆さんの言う携帯電話とかメールみたいな情報技術なので、うん、あのなかったら困るんですよね。そうですね、だから実用に性がないと意味がない、うん、読めないと意味がない、うん、で書いて、読める人がいるし、だから書ける人を増やしていく、うん、っていう、書けないことが重要な局面も少なくないからなとかいうのも、まあそうなんですよね。だ、逆に言えば消えちゃうってことなんですよ。そうなんです、それもあって、あの実は多分筆は残るんですよ、墨って残るんですよね。あの実はこの辺のものよりこの辺のものの方が残ってたりするじゃないですか。あのまあこうペンに合わせて作られてる用紙は、うんうん、あの酸性なので、はい、時間が経つとボロボロになっちゃうんですね。おうおうおう、劣化してしまうので、うん、あのポロポロになって読めなくなるっていうのがあるんですね。紙がどんどんボロくなるんです、はいはい、っていうのがあるんですけど、まあ、和紙って中性の紙で非常に強いっていうところに、はいはいはい、そこに来て墨っていうのがですね、うん、まあ、非常に安定した炭素の塊なので、うん、和紙に墨っていうのはすごい残るんですね、うんうんうん、なので、まあ、そういう意味でも保存性で考えると筆っていうのは実は、まあ、あの昔考えられたものにしちゃ悪くなかったという、そういうのはあって、非常に古い文献が今でも読めるっていうのは幸せな、まあ、とにかく残そうとする文化っていうのはあったんですけど、ここら辺は本当にあの今のものはね、それこそデジタルで書いちゃったやつとかっていうのは、うん、まあ一回電気があの雷が落ちると全部消えちゃうみたいなのがあるのでそういう意味でいくと、まあ、昔のやつのいいところもなくはないので、あの特にデジタルで残しちゃったやつは、うん、CD が発見されたとしてもそれを読む機会がちゃんとしてないと読めないみたいな部分もあるので、うんうん、まあ、そういう意味だと情報ここにあるはずなんだけど読めないみたいな、一番不便、不便、考古学的に言うと不便な、ね、不便ですね、きっとね、はい、まあ、やっぱりこの紙メディアにそうやって、まあ、墨に限らずなんですけど、こうやって書くっていうのは、まあ、情報と紙があの必ずあの情報が載ってる媒体と情報が一対になってて、それが必ず人で見れるじゃないですか、うんうん、こういうのって非常に、まあ、情報がよりしろを持ってるっていうかですね、憑依する相手があるっていうのはすごく大事なことかなと。今それがなくなりつつあるんで、まあ、あのさっきのあの明治でズバってこう 何かが変わったみたいなところが、やっぱデジタルに変えた瞬間に何かがズバって変わってる部分もまたあると思うんですよ。そうやってまた次のなんかこう段差みたいなものがここら辺には実はあったりして、そうです、ね、ここの Windows95 とかは一応そういう意味もあって書いてあるんですけどね、まあ、まだここは両方残ってますけど、うん、まあ、紙の方がいいっていう人もいるし、そうじゃないのもあるけど、両方こうやってできてきちゃってるので、一部こっち側はごっそりどっかでなくなっちゃう可能性みたいな部分もなくなってきた時に、書道ってどうなんすかっていうのを先生に聞いてみたかった。逆質問だから、便利だったらこっちでいいじゃんみたいなところで、そう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 、それで先生どうなんすかっていうのは聞いてみた。あ、正しく内容を伝えるんじゃなくて感情も正しく伝えたいとか、その思い、これにこのあなたにこの情報を伝えるためにかけた時間とかかけた思いを一緒にね伝えられるのは、逆に言えば毛筆なんじゃないかと。筆記具としての毛筆というのは、ペンっていうのはもうペン先決まってるわけですよ、太さ、太さが。つまりこれはバカが書こうが頭いいやつが書こうが一緒なんです。草のある筆記具なんですね、毛筆っていうのは。だからそこで格差のある筆記具を使うという喜びとか楽しみ、はいはい、うん、それは
一部には残るだろうし、便利っていうのはだからそれ均質化していって伝えやすくなってきたんだよね。だけどそこじゃないところがなくなっちゃってるから、そうそうそう、そこに行く人一部いるだろうと、うん、一部でいい、もう残念ながら今の毛筆業界っていうのは一部になってしまって、うん、このままほっとくと、うん、多分相当少なくなっていくだろうと、うん、で分かるんですよ、うん、実用の部分がペンになっただけなんだから、うん、じゃあ実用部分っていうのが空いてるんだから、うん、筆ペン出してですよ、いろんな筆ペン出していくわけじゃないですか、うん、道具も、うん、いろんなものを出していって工夫してるのに、こちらは同じスタンスのままでいいんですかと、うん、それを守る人たちがいて、うん、それをちょっと、変えていく人、うん、だって私たちのやってる筆記具の和洋というもの、うん、和洋に関しては変わっていくものなんですよ、うん、普遍であってはいけないもの、うんうん、だから変わっていくんだから、その時代に合わせて書き方が変わったり筆法が変わったり、うん、していいんですよ、うんうん、ただそれに対して何もない状態じゃなくて、まあ、こういうルールでやりましょう、最低限のルールを決めてあげるのはもしかしたら普及するためにいいのかなとは思ってますけどね。先生どうでした今日。どうでした。出ていや、まあ、ちょっとどっちに向かえばいいのか、こうなんか、うん、なんかぐるぐる回っちゃいましたけど、でも一番最初のあのハガキに戻ってきた感じで、うん、いい感じで言えたかなと思います。綺麗になんかハガキに戻るっていうのはいいことですよ、はいはい、だから皆さんもね、筆記具っていうのにこだわって、はい、筆でもペンでも一緒なんで、そうですね、そう、所詮筆記具ですからね、うん、まあ、筆もいいし、そう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 、他のペンもいいし、なのに筆で書くときには楷書かけないといけないと思い込んでるあなたがダメです。あ、そういうことですね。はい。そう、はい、ダメでしょ。ダメだよ。うん、何が？何があって？どうぞのおまけ。お久しぶりです皆さん。今月の21日の日曜日から。10月の21日から。そう、10月の21日から。うんうん、NHK の新しいドラマで出演させていただきます。ん、何言ってるんですか。 NHK って言う NHK よ。 NHK で NHK? NHK? 嘘でしょ。嘘なわけないやん。日本放送協会です NHK って。そうよ、そんなにすごい出番が多いわけじゃないやけど。出番が多いね、多くないよね。でも毎回ちゃんと出ます。毎回出る。毎回出ます。なので毎週日曜日から、NHK の BS プレミアム、夜の10時、そこをなんとかっていうドラマで、皆さんぜひ見てください。おい、聞いてる？聞いてないやん、宇藤さん。何？あ、タイガね、タイガね、タイガなんか言うてないわ。そのチャンネル見れないの？なんかそのお金かかるチャンネル。あ、お金かかるんだ。かな、多分。そうなの、 BS だからかな。手に持ってないから。私も持ってないから。なんだよそれ、手に持ってないのに。え、だから買うよ、お前テレビできるよ。買うよ。だからいろいろあるやん。まずは洗濯機と冷蔵庫やろ。まあそうなの。次はまあこたつ。テレビはそのパンを発酵させるこたつはいいよ、いらないから。いや、いる。ちょっと今夜探してみるわ。楽天でパンを発酵させるこたつ。まあパンを発酵させるテレビがあればそれでもいいんやけどな。さん、今後も応援してください。私も頑張ります。